福島県南相馬市のですね、20キロの検問のところですね、まあ、ここから先入れないっていうその国道6号線のところですけど、やっぱりアラームがバンバン鳴っちゃうですね、0.3 マイクロシーベルト、そんな状況です。